じゃあ、PHP パールと大規模ウェブ開発というタイトルで、グリーンのリポートを発表させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、最初に簡単に自己紹介なんですけど、グリーンという会社で働いてます。で、最近までパールの、まあ、ハテナという会社にいまして、まあ、パールでそこそこ大きなサイトの開発をしていたんですけど、最近ちょっと転職しまして、今 PHP で主に書いている会社に移ってます。で、まあ、仕事の方はですね、iPhone とか Android の方をやっております。で、今日のお話なんですけど、15分か、まあ、そのぐらいで、まあ、お話的な内容をしていこうかなと思うんで、まあ、ライトニングのトークの前のちょっと休憩的な感じで、リラックスして聞いていただけたらいいなと思ってます。で、まあ、Perl とか PHP とかの主要なそのライトニング、あ、違う、すいません、ライトウェイトランゲージを取り巻く、デブアプリケーションフレームワークの傾向とかをちょっとざっくり見ていきながらですね、行きたいのが最初で、でその後にせっかくそのパールとその PHP という2つの異なる言語 の, その大規模なサービスを開発している会社の2つの中身を今見たので、まあ、その観点から、ざっくりこう大規模開発とそうじゃない開発でどういうところがちょっと違うみたいなところをお話しできたらいいなと思ってます。でまず最初に、LLM のフレームワークの状況かなと思ってます。で、まあ、最近ちょっと少しいろいろ調べをしててなんとなくこんな感じかなと思っているのは、まあ、中規模以上というか、まあ、複数人数でそれなりにこう結構真面目に作っていかなきゃいけないねっていうのを相変わらず2005年ぐらいから Rails っぽいフレームワークを使っているっていうのが定番で、でその間にですね、まあ、ちょっとした開発なんか家でちょっとハックしたりとか、あるいは一人で1週間ぐらいで簡単な振り付けみたいな時は、まあ、シナトラっていうその Ruby のフレームワークがあるんですけど、まあ、それみたいなそのすごく軽量なマイクロフレームワークで作りみたいなのが定番かなと思ってます。でその時に昔はそのアパッチとかそういうので、頑張ってウェブサーバー立ち上げたりとかしてたんですけど、まあ、最近やっぱパールだったらトランク PHDI とか、まあ、Ruby だったらランクとか、まあ、その実行環境を抽象化する仕様があって、まあ、そこを使ってウェブサーバーをサクッと立てて作っていくみたいなのが今時のトレンドかなと思ってます。で、まあ、シナトラは多分皆さんよくご存知だと思うんですけど、一応簡単に書くと、まあ、このぐらいのコードで、まあ、Ruby ですけど書けると思うので、まあ、シナトラリクワイアしてゲットすらホゲホゲって書くと、まあ、これだけでハローワールドが出ると。でこれ実行するときに後ろにそのラックっていうその HTTP 周りの処理を全部抽象化してくれるエンジンが動いて、その下でユニコーンとか、まあ、いろんなウェブサーバーが動いて、出力してくれるというふうになってます。で、まあ、じゃあヒッパールの場合どうかっていうとですね、まあ、その Rails っぽいフレームワークっていうところだとやっぱカタリストとか、まあ、あるいはまあ自費が Rails っていうことあるんですけど、まあ、そういうちょっと大きめのフレームワークとか、あとボジョリシャスとか、まあ、いろんなフレームワークがありまして、でその一方でやっぱりそのシナトラみたいなボジョリシャスライトとか、あとダンサーとかシェンカーとか、まあ、そういうのがあるみたいです。で、抽象化のところはご存知のトラック PSGI が、まあ、最近これができてすごく嬉しいというのが今のパールの状況かなと思います。でボジョリシャスなんかチャールズ・バーさんからいろいろ発表があったみたいで、もしかしたら皆さんもインプットされてるかもしれないんですけど、大体個人的に僕もこれ使ってまして、使ってます。でこれはカタリストの開発者のセバスチャン・リーデルさんが、開発したもので、カフェインなどはチャールズ・バーさんが詳しくて、まあ、Google 検索で出てくるのを見てほしいんですけど、まあ、これはですねちょっといろんなレイヤーのフルスタックの実装になっているんですが、まあ、その最後に一番上の、ね、モジョリシャスライトっていう実装がありまして、それが結構面白いと。でどういうふうに面白いかっていうと、まあ、さっきシナトラ のコードがありましたけど、まあ、あれみたいにこうゲットすらなんとかって書くと、サブルーチンリファレンスを渡すだけで、なんかこの 4,5 行ぐらいのコードでやっぱりハローワールドが出せるみたいなことが、面白くて、まあ、シナトラ風に書けると。でモジョリシャスライトがいいのは後ろにそのモジョリシャスっていう、こうカタリスト的な結構大きなフレームワークがあるんですけど、それのラッパーになってこれが動いていて、でまあ、この点 のシナトラライクなフレームワークでこうずっとウェブアプリ書いてると、だんだんこれが長くなってきた時に、ちゃんとメンテナンス性が落ちてきちゃうんですね。視認性はいいんですけど、そういう時に、まあ、大きなフレームワークに移行したいと思った時に、そのウェブアプリのモジョリシャスとモジョリシャスライトのところをこう、少しずつ移行させるというのはすごい簡単になっているので、嬉しいなところがあります。で最後に PSGI のアプリをアプリというか、モジュールを、あ、じゃあ、すみません、オブジェクトを受け取ることができるようになっていて、モジュリシャス自身でウェブサーバーとか内蔵してるんですけど、それをそのプラック DSGI に任せて立ち上げることができるようになってます。
でですね、これまた単にそのウェブアプリが簡単に書けるということだけじゃなくて、まあ、最近ブログにもちょっと書いてみたんですけど、まあ、ウェブソケットのサーバーとかが同梱されていて、こういうふうにさっきゲットって書いたとか、ウェブソケットエコーって書くと、そのここがウェブソケットのエンドポイントになってくると。であとは、JavaScript で、アクロニウムとか、あの辺の JS で、ウェブソケットのコードを書いてると、ちゃんと通信して、プッシュ通知ができるようになってたりとかして、まあ、なかなか便利かなと思って、使ってます。はい。っていうのが、周りの状況で。で、まあ、Rails、Ruby は、まあ、さっき見たように Rails とかシナトラがあって、ラックがあると。でパールも、まあ、そういうレイルズっぽいフレームワークがあり、シナトラっぽいのがあり、あとウェブエンジンを抽象化するレイヤーがあるというので、まあ、大体同じようなことができるというのが現状かなと思っています。でそれをまあ組み合わせて使っていくのが、今時のその LL 開発者の、ウェブ開発者のまあトレンドなのかなと思って見てました。でじゃあ PHP どうなのかなって言って、ここもちょっと調べてみたんですけど、PHP はケーク PHP とかコードイグナイターとかシンフォニーとか、まあ、2006年、7年ぐらいに結構作られたウェブアプリケーションフレームワークがかなりたくさんあってですね、でざっと見た感じだと、やっぱり PHP はこの辺のフレームワークがすごくたくさんあって、しかもそれぞれが、まあ、それなりに力を込めて作られてるなっていう印象です。でまあ、それはやっぱり PHP がウェブ開発に特化した言語だというのと、まあ、あと普通にその PHP の仕事の需要が多いとか、まあ、そういういろんな理由が関係していると思うんですけど、まあ、パールとかレイルズとかに比べて、結構多いなというのが個人的な印象です。で、一方でシナトラみたいなフレームワークがやっぱりあって、次ちょっとコードを紹介しますけど、これなんていうのかな、リモナーブかな、と呼ぶと、またはフィッツジェラルドというのがあります。でラック相当のところは、まあ、ちょっと調べると GitHub にそのちょこっとコード書きましたぐらいのものが見つかるんですけど、まあ、PSGI とかラックとか、まあ、今 Python の同じレイヤーのあれとかみたいにしっかり作り込まれているものはまだデファクトはない感じでないかなと思ってます。でおそらくここはその PHP はそもそもなんかこうアパッチとかをそのままインストールしてノリッと使うみたいなのがもうなんか最初からウェブサーバーをインストールして使うみたいな感じになっていて、他言語に比べてこう PHP 開発者ってそのライターに作る開発環境をもともと持ってるみたいなところがあるので、まあ、ちょっと需要がちっちゃいというのはもしかしたらあるかなと思ってます。はい。で、気になるそのライモナーベの、実装はまあこんな感じ。これはやっぱりシナトラみたいに簡単に書けるようになってて、でリクワイアワンスでライブラリ読み込んで、ディスパッチっていう関数に渡すとこれに書ける。で、PHP は 5.3 からようやく匿名関数、ラベルを書けるようになったんで、まあ、ファンクションで匿名関数を渡して、その中に処理させることができるようになってます。はい。でまあ、こうやってざっと見ていくとですね、まあ、簡単なものはマイクロフレームワークで速攻で書いて、本格的にはそのレイルズライクのフレームワークで書くみたいなのがやっぱトレンドなんですけど、まあ、どの言語も、おそらく Python も同じようにいろんなものが揃ってて、まあ、主要なLL の、 その言語間の環境的な差異っていうのはもう結構少ないのかなっていうのが印象です。で、まあ、そこは言ってもやっぱり Ruby 方面からいろいろこう、輸入されてくるというか、Ruby でこう作り込まれた実装の中のいいものが他言語に、まあ、ちょっと形を変えて落とされるみたいなのが、まあ、大きいトレンドかなと思っております。で、まあ、今のところは大体同じこともできると。で、まあ、言語的な好みの差はやっぱり相変わらずとは言ってもあって、まあ、例えば PHP はですね、名前空間が最近導入されたと思ったら途中までコロンだったんですけど、名前空間のバックスラッシュでこう見えるようになっていて、まあ、これはいろいろ議論を呼んでいたけど今ここに落ち着いていると。でまあ、知り合いの PHP プログラムにこの仕様ってどうなのって言ったら、まあ、リストの過去みたいなもんだってずっと読んでると見えなくなるから大丈夫って言ってましたっていうので、まあ、PHP リストを始めるとキリがあるんでこの辺にしておきたいなと思います。はい。まあ、それは冗談で、まあ、だからなんで、いわゆるその開発環境的なトレンドっていうのは大体どこも足並み揃えて同じようなのが揃っているっていうのが、今のところかなと思ってます。でじゃあ一方大規模ウェブ開発っていうのはこういう前提があったのでどういうふうに僕らは感じてやっているかというところなんですけど、まあ、そもそもじゃあ中大規模ウェブ開発ってどういうものかっていうと、まあここでは大体サーバーが500台から1万台ぐらいの規模感かなと思ってまして、まあ、ウェブサービスがそれなりにヒットしてこう有名になったみたいな前提だと思ってください。で国内の事例では、まあ、弊社のグリーとかあとモバゲーさんとかあとミクシーさん、今回いろいろスポンサーしてみたいですね、あとそれからライブドアさんとか、まあ、ハテナニコニコ動画とかが、まあ、主な LL での大規模サイトの事例かと思うんですけど、まあ、この辺ですね、改めて共通していることを見てみると、サービス開始からヒットして収益化まで結構数年かかっているのが共通していることで、ハテナライブ2003年で、
ライブダブログも、同じ2003年で、2004年にグリーで、2004年にクシーで、モバゲーさんがちょっと出場で2006で、ニコードも多分2000何年とかですよね。で、今もう2010年なん でこれが2010年の今でも結構動いてて、ユーザーさんがたくさんいて、まあ、収益上げてるというのが現状です。で、このぐらいその長い年月をかけてですね、サービスがヒットしていって、まあ、システムが大きくなって、どういうことが起こるかっていうと、まあ、1人とか数人で立ち上げたその4、5年前のシステムを数十人で開発運用していくっていうことになるんですよ。で、これは多分どこのサービスも共通したことで、あの最初からすごくこう設計されていて100人で作ったウェブサービスが今も100人で運用するっていうわけではなくて、まあ、最初数人でそのスケーラビリティとかもある程度こう端折って作ったものが今になって大きくなってるっていうのが現状かなと思います。すいません。で、この時にあの起こるのがですね、あのやっぱりここが一番の問題で、その昔のアーキテクチャで作ったものがそのまま大きくなっていくんで、割とそのアーキテクチャ的には昔のままのものを使っていかなきゃいけないというところが発生すると。で、さっきそのいろんな最近のトレンドのフレームワークを見てきたんですけど、やっぱ新しいフレームワークっていろんな機能ついてて、まあ、開発もなんていうの余計なコストかけずにできるようになってるんですけど、まあその昔作ったものはそうもいかないと。例えばそのストラッツが流行ってた時代のその LL のフレームワーク、それを模倣した LL のフレームワークとか使ってるシステムとかをやろうとすると、なんかちょっと今時のフレームワークに比べると少しコストがかかるなみたいなところがあったりとかしますね。で、まあ、これをじゃあやっぱり新しい最新のアーキテクチャに書き換えるべきでしょうっていうようなこともエンジニアは思うんですけど、まあ、アーキテクチャ的な正しさだけでその収益何億円も上げてるサービスをいきなり作り直すことは当然できないわけで、まあ、なんとかしてこれを運用していかなきゃいけないっていうのが結構大きな課題になります。で、これを話してるとですね、これがすごくレガシーなシステムで、レガシーシステムのメンテナンスをしなきゃいけないのかっていう印象を受けるかと思うんですけど、ただまあレガシーっていうのもちょっと違っていて、まあ、レガシーシステムの典型例というのは、まあ、いろんなその古いあのシステムを使っていて、あの汎用機とか、まあ、そういうところでそのシステムとプロトコルが合わないとか、新しいシステムを作ったけど、つなげられないのどうするみたいな話があると思うんですけど、まあ、そういう典型的なそのレガシーシステムが持っているような例のほとんどなくて、というのはそのウェブ開発は割と軽量で標準化されてて、枯れたプロトコルを採用するので、お互いの通信プロトコルが合わなくなるというのはあんまりないですし、あと、ライトネットの時にパールとかはそうなんですが、方向互換性をすごく重視した形になっているので、まあ、10年前に作ったシステムでもちゃんと新しいモジュールと結合できたりとか、まあ、そういうところはあるので、まあ、そういう心配はないと。で、あともう一つは、あと継続的に開発してて、内部システム自体がこう進化していってるんで、まあ、レガシーではないけど、アーキテクチャ的には古いんだけど、結構いろんな新しい工夫がこう込められているみたいなシステムになっていくので、まあ、少しこう不思議な感じのシステムになっていく感じがありますね。で、まあ、ここでちょっとあるのが、よくいろんなフレームワークをオープンソースで出してますって会社があるんですけど、実際その現場の中の人に聞いてみると、いや実はフレームワークバージョン2があるんですけどリリースしないですよねみたいな話が あちこちにあると思うんですけど、なんでああいうことが起こるかっていうと、割とそのコアは古いアーキテクチャで作っていきながらも、その生産性向上とか自社開発案件のために新機能とかラッパーを追加していって、そのそもそも新しいフレームワークとかが持っている機能を、まあ、一部だけこう取り込んでいったりするわけですよ。で、そうすると元々の目的のそのコアのアーキテクチャにはあんまり合ってないんだけど、実際には必要だよねみたいな機能が追加されていて、まあ、汎用的な目的の実装が結構増えていて、まあ、意外とそれも公開にちょっとこうなんか見回しくなりして公開されないみたいなのがよく起こると。で、まあ、その代表例がスレッジとか、まあ、はてはもうフレームワークを僕らたちに作ったやつは結局オールマップは公開したんですけど、中のフレームワークは公開できていなかったりとか、あとグリーン の今使っている S なんていうフレームワークもちょっと少し古いフレームワークなんですけど、いろいろその社内で独自の拡張がいっぱい作られていっていると。で、それの一部をバージョン2とかそういう形で切り出してリリースしたりとかしていますという感じでですね、中で結構いろんなシステムがこうどんどんこう機能追加されていくっていうのが中身の実際です。で、まあ、こういうふうに考えていくとですね、いくんですけど、まあ、やっぱりどっかで